はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は本当に基本的なことと応用も含めてモバイルでの DTM を少し紹介したいと思います。はじめはこんな電子ギターで入力できるというのっけから難しいことをやります。将来が分かりやすく見えるようにやってみたいと思います。じゃあ使うのは皆さんが無料で手に入れることのできるガレージバンドです。iPhone、iPad には最初から搭載されています。では、いきます。はい、今こうやって弾きました。ちょっとリズムもずれてるところがあります。こんな時はクオンタイズという機能があります。クオンタイズをストレートをシャッフルしないリズムですね。それで4分の1に合わせます。そして聞いてみると今度はメトロノームにきっちり合った形で入力が修正されます。続いてパーカッションを入れてみます。パーカッションは自動でかっこよく演奏してくれます。いろんなグルーヴを選択することができます。弾きながら調整していくことができます。どんな楽器を使うか、そしてフィルをどんな風にするか、そしてリズムのパターンを複雑にしたり音量を変更したりすることができます。これでいいと思ったら終了です。次はピアノの音源を入力してみます。ピアノは弾くのではなくって選択するだけで弾けます。いろんなアルペジオのパターンが入っていますので好きなものを選択しましょう。ものを選びたいと思います。今回はこの音色で行ってみようと思います。それではテンポに合わせて。上の C、G とかコードを書いてあるところを押すだけです。これらは自由に編集して、新しいコードを作ることができます。
どんなふうに入力されたでしょうか。はい、このように、もう3つの楽器が入っています。今度は聞きながら調整をしていきます。音に合わせて、今回はギター、せっかく手で弾いたので、ギターを目立たせてみました。はい、どうでしたでしょうか。本当に触りの触りと、そしてこんな高度なものと組み合わせてできるこれからのモバイル DTM、 今日はこういうことを皆さんにお伝えするプレ動画としてここに上げてみました。皆さんも音楽をやってるなら、お金をかけずに自分のギターとそして音源と組み合わせて素敵な曲がアレンジできるのではないでしょうか。では本編にお期待ください。ではね、村長でした。